知事選の結果を受けて辞任する意向を示していた自民党県連の木内実会長の後任に井林達典衆院議員が内定しました。おととい今国会での解散について考えていないと話した岸田総理、4月に衆院3補選で全敗、さらに先月の静岡知事選でも推薦候補が敗れ、総理の伝家の宝刀とされる解散権はいわば封じ込まれた格好です。午前都内で自民党の県内選出の国会議員が次期県連会長について協議、終了後木内会長が取材に応じました。市長が2区のですね、井林達典さんがをですね、次の県連会長ということで話がまとまりました。次期県連会長に内定したのは井林達典衆議院議員です。井林議員は国交省の官僚を経て2012年に衆院静岡2区で初当選を果たし、現在4期目、会長就任は10日の県連大会で正式決定する見通しです。井林さんと勝俣さん候補に上がったということなんですけど、最終的に井林さんになった決め手みたいなところっていうのはな。やはり井林さんはですね、比較的選挙安定しているということでありますので、いつあるかわからない衆議院解散選挙に向けてですね、より地盤がね固まっている方がまず先にやった方がいいんではないかと。